ミゲル・ガリコイツ・アスピアス・スルビーナは、スペイン・ビルバオ出身の人物。別名チェロキー。バスク人。バスク祖国と自由のメンバーであり、2004年からコマンド部隊のリーダーを務めていたが、2008年に逮捕された。チェロキーが関与したと疑われている2006年、マドリード・バラハス空港爆弾事件2001年11月には、ホセ・マリア・リドン・ハンジュを殺害した。 シェロキーは2004年からバスク祖国と自由のコマンド部隊リーダーを務めており、軍事部門の指揮官として ETA の数々の爆弾攻撃の統率、命令、計画を行ったとされている。2006年には ETA が停戦宣言を行ったが、その最中の12月30日には ETA が2006年マドリード・バラハス空港爆弾事件を起こし、 チェロキーは ETA とスペイン政府との停戦を破った人物であると目されている。2007年12月1日にはフランスカップブルトンで ETA 内部に潜入調査中のグアルディアシビル間2人が殺害されたが、スペイン当局はチェロキーが直々に2人を殺害したとみている。2008年の逮捕前にはスペインで計2 2の刑事責任を問われていた。 チェロキーは ETA の軍事部門で注目を集めていたが、2008年5月にフランスでフランシスコ・ハービエル・ロペスペーニャ、別名ティーリーが逮捕されたことで、チェロキーは ETA の最高指導者の地位に上り詰めた。警察がある ETA の容疑者2人を聴取したところ、この容疑者らは2007年12月に潜入捜査官2人を殺害したのがチェロキーであると述べた。そこで、 フランス警察とスペイン治安警察の共同捜査が行われ、2008年11月16日午前3時30分、オートイコールピレネー県のスキーリゾート地、コテレで、チェロキーが逮捕された。フランス政府のミシェル・アリオマリー内務大臣は、同時に ETA の女性メンバーであることが疑われる例例で、ロペス・スルトゥサも逮捕されたことを発表した。 カトレイでの逮捕後、チェロキーはパリ近郊の反テロリスト警察の司法拘置所に送られた。スペイン政府のホセルイス・ロドリゲス・サパテロ首相は、チェロキーの逮捕が ETA に大きなダメージを与えると述べたが、ETA が未だに攻撃を実行する能力を有していると警告した。チェロキー逮捕による ETA の報復を防ぐために、スペインは万全のセキュリティ体制を敷いた。 チェロギーの逮捕は ETA にとってティエリーの逮捕後の半年間で最大の打撃であるとする見方があり、チェロギーの逮捕が ETA 過激派メンバーに対するさらなる打撃となったとする見方もある。2008年11月21日には2007年12月の潜入捜査官二人殺害事件への関与が公式に告発されパリの判事の前に現れた。さらに、 マドリード・バラハス空港爆弾事件での役割について、スペインの裁判所で起訴された。2011年10月、ETA は無期限の救世を発表し、数十年にも及ぶバスク紛争は結末を迎えたと、されている。ありがとうございます。